折って直近、重ねて直近。1年生でよく使う教材です。普通は色紙を折ったり、色画用紙を重ねて切ったりします。ここではもっといろいろな発想ができるように白の上質紙を使ってみました。これなら準備も簡単です。まず4つに折ります。4枚重なっています。この重なっているところを切れば重ねて直近ができます。さて、何の形に見えるでしょう。子どもたちに聞くといろんな答えが返ってきます。鬼目を描いて。かな。同じ形でも見る方向によっていろいろなものが見えてきます。今度は折って直近です。この折り目の部分を入れて切ると折って直近になります。これも適当にハサミを入れてみましょう。何に見えますか？縦に見たり、横に見たり、コウモリに見えたり、植木鉢に植えたお花に見えたり、適当に切ったものを広げて何に見えるか、考えながら色を塗ったり、模様を描いたりしていきます。同じ形でも違うものに見えたり、色を変えたりすると楽しいです。書くときは新聞紙を敷きましょう。細長い紙テープの上に出席番号や名前を書いて、それに貼り付けていきます。出来上がったら、それを持って写真を撮ってワークシートに貼りましょう。切って残った紙、これも広げると面白い形になっています。もっと小さく切ってもいいのですが、このまま模様を描いても面白いです。みんなの作品をこんな風に並べて貼ると共同作品になります。窓のところに吊るすと風で揺れて綺麗ですね。こんな風にたくさん重ねて貼ってもいいし、直接紙テープにクレパスで模様を描いても構いません。子どもたちの発想を大切にして、いろいろな作品を作ってみてください。